人に目をつけられやすいの対処法。精神科医カバサアシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。レモンティーさん、48歳女性。私はいつも初対面で目をつけられやすいです。何もしてないのに言いがかりをつけられたりします。何がいけないのか分かりません。回避の仕方を知りたいです。初対面でも目をつけられてしまうということですが、まあ、おそらく何らかのネガティブなものを出しているんでしょうね。ネガティブなものというのは別に何か言葉に出して言っていないとするならば、それは非言語的に伝えているということになってしまいますので、ノンバーバルなメッセージということになります。非言語的に何かを伝えてしまっている、それは表情であるとか態度であるとか姿勢であるとか雰囲気であるとか、そういう言葉にならない部分でいろいろなメッセージを相手に伝えて、それが多分ネガティブな風に誤解されているということがあるかもしれません。あるいはあなた自身の中にそういう反抗的な部分とかネガティブな部分とか、あるいは初対面人への警戒心とか心の扉を閉じているとか、まあ多分そういう構えみたいなものが、初対面の人だからある程度そういったものを構えるっていうのは大なり小なりあるとは思うんですけども、そういったものが相手に伝わってしまっているということが一番考えられやすいですね。というかそれしか考えられないんですね。言葉に対して何か相手を挑発するようなことを言ってるわけでもないと思いますので、おそらくノンバーバルに何かネガティブなメッセージを伝えてしまっているということがありますね。じゃあそれをどうやれば改善していけるのかということですけど、あなたの知り合いの人とか、あるいは初めて会った人でもいいんですけど、私ってどういうふうに見えますかということをちょっとインタビューしてみたらどうかと思いますね。他の人からあなたはどのように見られているのかというところを実際正しく評価してみようということですね。あなたが思っている印象と他の人が捉えている印象というのはおそらくかなり違うということが予想されます。そうでなければその目をつけられやすいといっておかしな現象が、ね、起きるはずがないのでね。なので他の人から自分がどう見られているかということを何人かの人にこう聞いた上でね、自分の外面というかね、他の人からどう見られているかということをもう一度こう検証して、そこを修正していくということが結構重要なんじゃないかなと思います。あともう一つですね、精神的にやっぱウェルカムな感じっていうのがないと、初対面の人に対して警戒するっていうのは、多くの人がそういうところっていうのはあるかもしれませんね。まあ、警戒するって言ったら悪いですけども、初めての人なので緊張すると言った方が正しいでしょうか。そういった気持ちっていうのは誰でもあると思うんですけど、その部分っていうのはもっと心をオープンにしてね、積極的に仲良くしていこう、積極的に初めての人と言葉をかけていこう、コミュニケーションしていこうっていう、そういうポジティブな構えで初めての人に接触していくっていうことが必要ですね。そうでないとノンバーバルにポジティブなメッセージを相手に伝えられないから、ここの中で私はあなたとお話したりコミュニケーションするのがウェルカムですよっていうふうに一生懸命こう思いながらお話をしていくことによって、ポジティブなメッセージというのが伝わり、相手に対して良い印象を与えることができるというふうに言えると思いますので、まあ、ノンバーバルな部分っていうのを変えていくということのためには、心の中を変えるっていうのが一番簡単だと思いますので、そういったことをちょっと気をつけてね、初対面の人と接してみてはどうかなというふうに思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。